で質問なのですが仮想通貨の税金対策などありますでしょうか換金しない1億円利益が出た場合やはり半分程度は税金として抑えるしか法はないでしょうかひろゆきさんならどうするか教えていただけたら嬉しいですえっとですね今ちょっとできるかどうかわからないんで古い知識か,かもしれないですけどあのビッグカメラが仮想通貨で払えたんですよね なので、ビッグカメラで、金券買って、その、なんか、任天堂のカードとか、プレイステーションのカードとか買って、で、あの、ネットメルカリとかで売ると、割と9割ぐらいの値段で売れたりするんですよね。あと、あの、グラフィックカードがもし買えるんだったら、グラフィックカードバンバン買っといて、あの、転売すると、時期によっては、買った値段より高く売れたりするので、 なので、あの、現金にした場合って、税務署に、あの、ま、ああの、補足されて、あの、税金払ってくださいってなるんですけど、物々交換した場合って、あ、もうビックカメラ、あんまり使えるんだ。あ、じゃあビッグカメラいけるんで、ビッグカメラで、あの、マネーアランんだり、飲んだりしてください。っていうと、違法なことを勧めたってことになるので、そういうやり方があるというのがネットのどこかに書いてたらしいんですが、僕は感知しておりませんみたいな。はい。なので、あの、現金化しないで、あくまで物に変えるっていう形で、やるといいんじゃないかなと思います。はい。